はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、小人先生です。本日はですね、珍しく動画ということでね、やらせていただくんですけど、今回はこちら、あのアンパッキングっていうゲームをねやろうと思います。なんか収納してなんかやるゲームです。うわ、待って、これなんかすんごい汚いんだけど、こういうの掃除とかできないの？で、これね、パッキングしてあるものがこうやってなんか続々と出てくるから、こういうのを元のインテリアを考えながらね、どこに置こうっていうのをね、いろいろ精査していくゲームなんだ。うん、まあ、こういう感じかな。これ多分本かなんかなんだよね。これなんだろう、そこ多分ゲームのカセットかな。これはなんだ、これな、なんなのこれ。よくわかんないや。まあ、こうでいいんじゃない？うん、よくわかんねえや。なんかいっぱい出てきたよ。なにこれ。なに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 、なんかさ、見て。なんかさ、これ、お面かぶってないこの人。なにこれ、どこに置くのこれ。こんなんどこに置くん？お？床？何これ。ね、これ何？なんだかわかんないよ。これどうしたらいいの？ここにプレイステーション、これもしかして。これプレイステーションだったりする？なんだかよくわかんないよ。これプレイステーションな気がする。なんかそこに置けるってことはプレイステーションとかなんかなのかな？まあ、いいか、そこ置いとく。わあ、急に服出てきた。俺ね、この場所じゃねえよ、飾るのっていうのが出てくるとね。待って、これも片付けたいんだけど、部屋汚すぎん？こうなんか、いる、うわ、待って、こういうの片付けたいんだけど、汚すぎん？ちょ、待って、なんや。寝室の、この中の、ね、こういうとこに置いとくんじゃねえの、こうやって。知らんけど、こうやって。で、こういうのをね、やってくゲームなんだよね。わかったかな？鍋出てきたよ、鍋。まあ、うわぁ、でっかいの出てきたよ。これここじゃん。うわぁ、なんかドラゴンクエストみたいの出てきたよ。お、なに？ゲームキューブ出てきたんだけど。ちょっとゲームキューブ出てきましたよ。うわ、ゲームキューブとか、いいなぁ。いいなぁ。なんか、いっぱい出てきたよ。よいしょ。もう一個、なんかゲームみたいに出てきたわ。うお、マジで。お、微妙に入れるとこない。こういうの一番うざい。待ってよ、これ。一個だけ入れるとこないで。いや、ここで。よいしょ。で、次は、キッチンですね。これ片付けてください。続いて皆さん、キッチンですね。コップップ。これなんだこれ。なんだこれ。ここだ。この上は乗らんの。乗るじゃん。これ何？何これ。ね、これなんか磁石みたいな、ウィーンっつって。おお、これ佐藤さんだよ。佐藤さんここだね。あー、僕んちもあるよ、この醤油。僕んちもね、この醤油あるわ。うわー、包丁出てきた。怖えよ、こんな風に置いたら。お前、人殺す気かよ。包丁マジでどうしよう。包丁どうしたらいいね、これ。刺すよ。いや、こうやって入れないでしょ、普通。こんなとこ包丁入れへんしな。包丁、ここ入れたいんですけど、このハサミ邪魔だよ、お前。ハサミそこじゃないだろう、どう考えたって。これパン作るやつだしな。パン作るやつ？いや、ここで。ギザギザ入ってるし。まあ、いいだろう。なにわ、なんか、マグネッツ。コアラのマグネッツ出てきたよ。かわいいね。星のマグネッツ。
僕ね、マグネットを集めるのが趣味なんですよ。趣味っていうかさ、旅行行ったら、旅先でその土地の何かマグネットを買ってきて、冷蔵庫に貼り付けるっていうのをね、最近やってます。なんか一個そういうのを、なんかね、せっかく旅行行ってるんだからあった方がいいなと思って。なんこれ？なんこれ？なんか出てきたんだけど、なに？これは何？この体重計みたいな。おい、絶対これ地震来た時ダメだって。何？これ、何なの？っていうか、やだなぁ。こういう、家なのにこういう床のトイレとか、やだなぁ。なんか。で、次の部屋はお風呂だって。お風呂場。歯ブラシ。二人暮らしなのかなぁ。で、ケミストリーね。ケミストリーね。あん、あん、よし。なんだこの、なんか、お薬出てきましたね。お薬多分こういうところを入れとくんじゃないの？これな、なんこれ？ 何？え？ここ？絶対違うよね。まあいいや、よくわかんねえや。こういうの、収納とかみんな得意？ 僕は大嫌いだよ。わかんねえよ、収納とか。よし、完成。次。うわー、この部屋なんか一部、なんでこんなとこテレビあんの、これ。テレビ、こっかな。本。まあ、こういうの多分こ、え？な、なになに、なにこれ、なにこれ、なにこれ。ちょっと待って。あー、そういうことね。こういうことね。色鉛筆？ええー、でかすぎて入らないよ。ええー、ちょっと待って、ここ置いとくか。ああ、またノート。ノート多いですね。なんか時計。12時だって。で、絵の写真。絵の写真。お、絵の写真多いの。これなんだなんだ、ゲーム機みたいに出てきたぞ。なんだっけ、ウォークマンか。ウォークマン出てきたよ、ウォークマン。ちょ、マジ困ったわ。なんかようわからん。なにこれ。マウス、マウスのね。わかった、マウスだ。マウスパッドね。めっちゃ邪魔やん、こんなとこ置かれたら。これ、キーボード？ そんなことないか。さすがに。キーボードね。とすると、こんぐらいか。何これ。 なんか、このうぞうむぞは何？うわー、パソコン出てきた。パーソナルコンピューター、ここに収まるわ。でかー。 なんか、ザ・昭和みたいな色してますね。これ1個収まったわ。で、今度これやってこう。お、豚！お、なんかトロフィーありますよ、トロフィー。トロフィーどこにしようかな。やっぱ自己肯定感を持たせるために一番上にしとくか。なんだこれ。パンチュ出てきた。パンチュいっぱい出てきた。これなんだこれ。これ何？これ何？なんかパンチュみたいのいっぱい出てきとった。パンチュ。なんかよくわからんの。わあ、これ、マジで。何何、急になんか FBI みたいに出てきたんだけど。わーお。これ終わりね。こうして、かわして、待って、おっぱい出てきた。おっぱい出てきちゃった。違うべ。T シャツかかんない？ってことは、これ、これ多分、かっけえ。かからん。
何何何何何何か巻物、巻物なのじゃみたいな出てきたんだけど待ってね、おいズボンいっぱい出てきた、何何何何、フリスピー出てきたって急に。あ、おっぱい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 、ここ、え待って、おっぱいいっぱい出てきちゃった、えどうしよう、おっぱいいっぱい出てきちゃった。パジャマは多分、パジャマでお邪魔はここでいいの、うん、パジャマでお邪魔はここに置いとけいいよ、こうやって。よいしょ、おっぱいおっぱいこっちに置いとくか、おっぱい上にしとくか、こうしてこうして、ヨガラン服ここ置いとけ、よしこれでいいや。でこれは何、これは何、これ FBI はここでいいの、何な、何これマジで、隠しとこうよ、もうよくわかんないからよし終わり。はい、続いてですね、これがダイニングということでやっていきましょう。猫ちゃんかわいいですね、鳥ちゃんかわいいですね、俺なんかガンダム置いてあるってここちょっと待って、この人どういう趣味してんの、おい、なんか何何何、なんか思想かなんか怖いんだけど、大丈夫かなこの人、よしよしよし、いいぞ、おっと、なんかレッサーパンダがビームを放ってますみたいなおっと東京タワー来ました、東京タワーどこだ、東京タワーここか、エッフェル塔だったかな、うん、わからんようわからんのが多いな。あ、待って、今のさ、ここ入るっぽくない？あ、いいよ、これで。なんかさ、多いよ、この人、本が。よし。おしまい。あと、なんか違うのがあるらしい。なんか、お風呂場に違うのがあるらしい。ハブ、こう、歯、ここじゃないって言われたわ。ここでいいんか。知らねえ。これは何？わかんないんだけど、これ何？これが違う？え、これ何？待って。待って。わかんないんだけど。なんか違うって怒られるんだけど。何？何これ、は、お前なんだよみたいな、そもそもお前は何って感じ、こう、何これ、なんかめっちゃ怒られるんだけど、台所置きゃいいんか、へえ、何何何、え、何これ、わかる、わかる方いますえ、これ違うって言われてんだけど、なめんなよ。これは何ここ？ここ？あ？わからん。正解なんてないんじゃないの？正解なんてないだろう。マジでわからん。マジでわからん。は？わかんないよ。もう、助けてよ。わかんないよ。わからんのだ。おお。じゃあこれはどこなのだ？こん中なのだ？わあ、できたって。できたって。やった。よくわかんないけど完成だ。2007年3月って書いてあるよ。待って、バスルームって共用？だって、あ、これ共用バスルームなの。へえ、はい、おしまい、ありがとうございました。うわ、なんかめっちゃおしゃれな街並みやん、何、どうしたんはい、ということでお疲れ様でした。今日はここまで、また見たかったらやりますはい、ということで、アンパッキングというゲームでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。バイバイ。